はい、気づいたでしょうか皆様。日記にある赤い文字。コメント欄でも指摘が多かったこちら。どうやら、赤い文字をつなげて読むと、文章になっている。はい、5ページ目で最初の赤。ここに、記していきます。また、ずお人形さんのガス音。だと思っていたけども。ズズズは、いの。命を。削る。音、ズズズは命を削る音、女の子の命かー。終盤、どんどんその音が激しくなっていき、昨日日記完成からの。はい、ラストの日記を皆様。じゃあ、これは完全に化け物だー。そして、なんか初の赤い文字だぞ。新しい友達捨てて、お前には私しかいない。これまで女の子が書いていた日記、お人形に乗っ取られた。うん、明らかに内容がお人形さんからの目線になってましたね。なんとも、おぞましい姿に変わってしまったお人形ちゃん。この後のお人形ちゃん進化で、急展開でございます。どっちかっていうと、初期の頃のお人形ちゃんの姿に戻った感じからの。え、エンディング？なんか始まった。怖すぎるんだけども。不吉すぎる展開。まさか女の子？あれ、この感じってことは驚いて転んじゃった程度でしょうか。はい、どういうこと？女の子が女の子、見てるの？は？まさかお人形の中身と女の子の中身が。入れ替わっただと、怖すぎる。これがエンディングその1ってことは、複数パターンエンディングがあるみたいね。とりあえず、これでクリア、ひとまずクリアのようですが。まず、エンディングが他にもあるの確定、そして間違いなくゲームのタイトル。444回目のただいま、444回やったら絶対に何か起こるに違いないと思いますので。まだ帰ってきた回数、64回でございますが引き続き、444回目と別エンディング。そして怪奇現象のコンプとかも目指してコツコツやっていく予定なので、引き続きこちらの更新、楽しみにしていただけますと嬉しいです。それじゃあまた次回。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。